ラマンチャの男、ラマンチャの男は、セルバンテスの小説、ドンキホーテを元にしたミュージカル作品。脚本は、デール・アッサーマン、音楽は、ミッチリー。1965年に、ブロードウェイで、リチャード・カイリーの主演によって初演され、ニューヨーク演劇評価賞などを受賞し、5年6ヶ月のロングラン公演を記録した。その後も、世界各地で公演されている。 脚本は、セルバンテスが、小説、ドンキホーテを着想したのは、セビリアで入浪している時だったという事実をもとに、している。セルバンテスと牢獄の囚人たちの現実、彼らが演じる劇中劇における、ラマンチャの田舎豪子、アロンソ・キハーナの現実、そしてキハーナの妄想王としてのドンキホーテという多重構造となっている。 当初はテレビドラマとして書かれたこれをミュージカルにすることを提案したのが制作者のアルバート・シェルダンと演出家のアルバート・マールである。舞台は中世のスペイン。劇作家、ミゲルデ・セルバンテスはカトリック教会を冒徳したという疑いで逮捕され、投獄される。牢獄で盗賊や人殺しなどの囚人たちに所持品を身ぐるみ剥がされ、そうになったセルバンテスは 自分の脚本を守るために、ドン・キホーテの物語を、牢獄内で演じ、囚人たちを即興劇に巻き込んでいく。ミュージカルナンバーとしては、タイトル曲、ラマンチャの男、我こそは、ドン・キホーテ、ドン・キホーテが、宿屋の下働きかつ売春婦のアルドンサを高貴な、姫と信じて歌う、ドルシネアなどが知られる。中でも、見果てぬ夢は、本作品のテーマとして、終盤で、 ドンキホーテが歌い、ラストでも大合唱によって繰り返される。なお、2001年に全米で巡業された公演では、1966年に見果てぬ夢をヒットさせた歌手のジャック・ジョーンズ自身が、ドンキホーテ役を演じた。日本では1969年より、現、二代目、松本白王が主役を務める日本語版が高いが、彼が六代目、市川染五郎だった。 当時の1970年には、ブロードウェイに渡ってこの役を英語でもこなしている。俳優の二平正也は、当初は天本秀夫が主演を務める予定であったが、東方の判断により、人気のある六代目、市川染五郎に変更されたと証言している。2019年10月21日公演回数千三百回突破。芸名は出演当時の表記。 1972年に MGM 社によって映画化された。監督、制作はアーサー・ヒラー。制作葬式はアルベルト・グリマルディ。主な出演者は次の通り。ありがとうございます。